構いい勝手ですね。これはちょっと吉田大輝さんには申し訳ないですね。絵の調子ですか？絵の調子。いやもうちょっと。いやー俺もご飯食べてる人。結構難しいですよ。いや難しい。最終ホール。そう、まあ、ここに池があるので池描きたかったんですけど、まあ、ペンがないので、うん、最終ホールを描きました。でチップイン優勝しているシーンを描きました。いや気まずい。吉田大輝です。25歳です。よろしくお願いします。どうミスった気がするんですか？これは優勝しましたね。はい、自信ありで。これです。このコースだけはちょっとうまくできなかった。人は、まず頭からミスりました。で、ここは今週のセラサニーカップのあのぷよぷよです。そこだけはうまくできました。優勝です。すごい自信しかない。これを優勝にしてください。わかりました。お願いします。平田健生です。ゴルフをしてる人。ちょっと待って、これちょっと待って、俺待って全く想像できない。なんか作るのと得意なんですよ。描くのはマジで。マジで何してる人かもわからんかもしれない。かわいい。スパイクとか入ってバックがね、ヨロさん。はい。行きました。パー3、ショートホール。ショートホール、ドライバーで狙ってる。棒立ちになっちゃったんですけど、どうですか？めっちゃこうや。足より腕の方が太い。ちょっと海外の選手イメージして。ポイントはまあ、あの芝生とか一応こういう
プラスポイントをちょっと狙いに行ってます。3人やったら3位にはなれるんです、多分。他の人ちょっと見たいのになれてないですけど。これ？これですか？金銭のがうまいです。浜田もともと低い人だから僕を結構いい勝手です。これは、牛田大輝さんには申し訳ないですけど、いい買ってるかなと思います。ちょっとあんまり人のことはでも、あのフィニッシュっていうのは分かりましたし、ゴルフしてる人ってすぐゴルフ答えれるんで、昭和のあのハーシも素晴らしい。